演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、こちら業務スーパーの4種類のシリアルバーを食べたいと思います。あー久しぶりだな、業務スーパー商品と4種類ありますね。どれもと思ったかに結構重量感ありますね。どれから食べようかな。というか中に何入ってるんだろう。輸入品だから表に書かれててよくわかりません。まあこれはな、書かれてるのはチェリー、ココナッツで、ベリー系、こっちもベリー系、もっとプラスだったというわけで、まずはこのなんか一番薄いですね、こちらからこのチェリーの絵が描いてあるやつから食べてみたいと思います。はい、中身はこんな感じですね。あら、サクサク系じゃないのかな。ちょっとベトッとしてる。あ、ベトッと表現悪いか。でも美味しそうです。ではいただきます。私はチョコかな。いや、ベリーかな。4種類ともグラノーラの部分はザクザクっとした食感がしっかりあって、音が心地よく、なおかつ噛み応えもあるので意外と満足感があって美味しかったです。で、それぞれの味の違いですね。まずこちらのチェリーは一口目を噛んだ瞬間からチェリーの甘酸っぱさが口の中にふわっと広がって美味しかったです。ただマシュマロで固めているのがちょっと崩れやすいのが、ね、難点にしたので、こちらの点数とさせていただきます。そしてこのココナッツもチェリージャムを作って食べるとまた酸味が加わって違いますね。美味しい。ココナッツの香りがあまり感じられなかった、まあ、よく言えば誰にでも食べられるものなのですが、よ悪く言うと無個性な感じがしましたので、こちらの点数とさせていただきます。そしてこのホワイトチョコとベリーのバーは非常に大きめで、さっきのココナッツのやつと比べればですが、大きサイズが大きめで、さらに噛み応えがある。ホワイトチョコレートの甘さも入っていて、そこにベリーの甘酸っぱさが入っている、とっても美味しかったので、今回の中で一番のお気に入りですね、これ。というわけでこちらの点数にさせていただきます。そしてこれもホワイトチョコレートは感じられたのですが、それ以外の部分の違いが、この紫のこと今一つよく分からなかったので、ちょっと別の88点攻めてほしかったなということで、こちらの点数とさせていただきます。こちらの点数とさせていただきます。ではどっち、本当に満足感があるバーですので、ちょっとつまみたいときにいいかもしれません。あ、アイスクリーム、骨を作るか溶かすのか、もう少しナッツ感じたいな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ動画を、他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞フェイン。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。